ンポン。私に足りないものなんてありますかね。前半あと IQ と知性の足らんだろうが、どこに切れんだよお前。逆にあかりちゃんの足りないところは、うちか。いや、なんやろ、あんま思いつかんな。なんか足りないところあったかな。うひひ、ここで足りてるお肉を一つ。何が足りてるって言ってみ。ごめんねごめんね。スイマちゃんは足りないことあるんか。サーバントが足りない。すげえ足りてそうだけど、そっか。まあ足りてないなら補えばええ。先生もちゃんと品を磨いといた方がええで。オッケー。あ、そういうストレートなボケはいらないっす。こんちは。うわ、吐いてる。うわ、うほほほ。ご機嫌うりわしゅう。何その言葉遣いと笑い方。品を磨きました。あ、まあいいけど、せめて笑い方はおほほほの方がええんやないか。それじゃ普通なのでアレンジしてみました。なんでそこでゴリラ路線を選ぶんや。あら、誰かゴリラを。ゴリラが侵食してきてんじゃねえか。止めろ。では品よくしゃべります。はいどうぞ。うほほ、ここでお足りてるお肉を一つ。誰がお肉だって。ごめんねごめんね。ピンポン。お前に一つ才能をやろう。え、本当ですか。くださいください。おいおい、お前明らかに怪しい奴の言うこと信じんのや。そんなことないですよ。あれは神様です。多分神様は微振動しないよ。あの神々しいオーラが見えないんですか。テキストじゃねえか。ごつってんじゃねえ。落ち着きなさい。なんだいそんなにカリカリして。おじさん困っちゃうぞ。うわ、クソイラつく。君は人と接する際に恐怖を感じることはないかい。あるな。今とか。あります。おとといとか。おととい何があったんだよお前。才能があればそんな煩わしいことにとらわれず、自身の力を信じることができる。お、さあ我を信じよう。おい、その画面は何や。やべえ、狙える。世界。そんな世界ねえよ。へい、そこの可愛い子ちゃん。呼んだ。スイマ以外座ってろ。君にも一つ才能をやろう。わあ、ありがとうございます。行くぞ。どうでもいいけど、えらいフランクやなこいつ。バイ。うん、先生よりはマシな気がする。よっしゃ、めっちゃ団子作ります。はいどうぞ。ありがとう。これ泥団子じゃね。たく、変な才能ばっかりやな。そんな才能あってもなんもならんやろ。アホくさ。そんなあなたには、毎日たった5分で楽痩せ。高校時代135キロだった私が1ヶ月で42キロになった痩せるための才能を授けましょう。神、おい。ピンポン。いや、このチャンネルもロングランになってきましたね。誰も望んではいないなな。いい感じに今節目なので、ぜひ今後の抱負とか言うには良い機会かと。あ、そうだったか。今ってチャンネル開設してどのくらいやったっけ。最初に YouTube へ投稿したのが2018年の9月19日なので、1年と11ヶ月ちょいですね。絶妙に中途半端。いや、もうちょい待って、チャンネル開設2年の節目とかでやった方がいいんやないか。バカ野郎、それはそれでやってちょっとでもネタを引き伸ばすんだよ。うわ、こら。いや、それにしてもこれまでに色々なことがありましたね。まあ、せやな。視聴者の皆様のおかげでチャンネル登録者が1000人を超えたり。ありがたいな。スイマちゃんが入ってきたり。せやな。どうも。お母さん。いや、ホルマリン大好き。お父さん。新しい仲間たちが入ってきたり。せやな。誰誰誰誰。え、マブたちのパリピコちゃんですけど。陽キャっぽい名前でめっちゃ顔色悪いな。え、私は田辺なんですけど。あれとなった。お前もう帰れ。次の1年もいろいろなことにチャレンジしていきたいですね。せやな。ちなみに具体的になんかあるんか。私の意見としては、よくわかんねえやつが急に主導権握ってきた。のんのん。イニシアチブ。うるせえ、しばくぞ。次の企画はバグミ。それだそれだじゃねえよ。脳みそ溶けてんのか。ピンポン。皆さんに悲しいお知らせがあります。どうしたんや、そんな神妙な面持ちで。実は今日だけちょっとメガネずらした状態になります。いや邪魔。普通にすればええやろうな。じゃあじゃあじゃねえよ。顔ずらすな。それはそれでメガネ邪魔じゃねえか。皆さんに悲しいお知らせがあります。そういう形式。スイナちゃんの名前が変更となりました。スイナちゃん改め徳川家康です。すげえ歴史上の人物っぽい。へい、ホトトギス。いや誰、徳川家康です。家康声かわいすぎやろ。そりゃ天下取るわ。皆さんに悲しいお知らせがあります。誰誰誰誰。皆さんに悲しいお知らせがあります。あかりちゃんの名前が変更となりました。おい、ふざけんな。あかりちゃん改め。やめろ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 。君がピカチュウピカ。なんで家康の語尾ピカチュウっぽいんだよ。君がピカチュウパリピ。もはや語尾なんだよ。皆さんに悲しいお知らせがあります。いやもうええよ。この動画。なんや。落ちがないんです。いつものことを。てか最近名前ネタ多すぎん。結構前もあだ名ネタとかやってたし。うるせえ、こちとらネタ切れなんだよ。逆にレスンなてめえ。